空にできたひび割れに製鉄所の煙が飛び込んでいくの。あれこそが神器が生んだ煙の狼。神器の神器はこの世界を維持するため、ひびができれば塞ごうとする。生きながらえたければ心を動かさないこと。彼女の心には亀裂が入るような出来事があったのかもしれない。リラックス。私たちは運命共同体です。同じ世界で同じ苦痛を味わっている。だからこそこの世界から逃れようなどと夢考えてはならないのです。